ちょっとまたこれ質問変えて2人に直してほしいところ。直した方がいいところですか、はい、こうしてほしいみたいな。まあ、としきくんは優しすぎる。なんかさっき聞いた、さっき聞いたこれデジャブ、意外に、意外にこっちのがないような。なんかそれ以外出てない。確かに何聞いても、ね、ちょっと待って、何聞いても石川選手優しいから。優しいって言葉から離れる。いいところも優しい、ダメなところも優しすぎる。優しすぎるっすね、なんか後輩に。たまにちょっと面倒くさいですね。おう、面倒くさい言っちゃってたよ。面倒くさい言っちゃってたよ。面倒くさすぎるぐらい優しいってことですよ。でも優しいって面倒くさくなる。まあ優しいの度がすぎると。度がすぎるの度がね、やっぱ度が大変。もうええよってな、怒られてます。そうもうええよって、ちょうどいいぐらいで、あ、なるほど、にしてほしいなっていう。じゃあ女が選手の直してほしいところ、この手ないか。あ、確かに。なんすか、もうちょっと表情柔らかくした方がいいかな。なんか結構傷つくんですどうですか。俺何も思わないっす。もうずっと言われてきてるんで。表情優しくした方がいい。まあそうっすね。最初だけやろ。まあはい、入りだけやろ。入り、オープンにしたらもうふにゃふにゃだもんな。西村選手はお菓子は食べますよ、お菓子。あ、食べます。大西村選手のおすすめのやつ。俺トーマスの、トーマスチングギャムね。チングキャンディね。はいはい、知ってんの。知ってんだ。こういうやつが出てるやつ。そう、はいはいはい、何こういうやつ。水で肌に、そう、つけられる貼ったり、こういうとこに子供が、ピヨピヨなる椅子に貼ったりするやつやん。そう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 。え、何、お菓子じゃなくてその付属の。違う、お菓子が美味しいんですけど、おまけでそういうのがあります。おまけもそういうのあって、はい、でトーマスのそれ何、車に貼ってるやんな、それ。貼ってない。貼ってない。ステッカー代わり。あ、貼ってない。車に貼ってない。めっちゃいじられてる。今日はお三方ありがとうございました。ありがとうございました、はい、トークの極みでした。どうもありがとうございました。いやー、意外というか